大元宝。先日阪神の糸井嘉男が契約更改に臨み、2020年の年俸4億円から減額制限を大幅に超える 54% 減の1億8500万で一発サインしました。これは矢野、金本を上回り阪神史上最大の減俸額。しかし歴代では今回の糸井をはるかに上回る大減俸となった男たちがいたんです。そこで一つの疑問が生じました。これまで最も減俸された選手は一体誰なのか。というわけで今回の動画は歴代大減俸ランキングトップ10を発表したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介選手、今回は契約更改で減俸され、減俸率が大きかった選手をトップ10形式で紹介します。例えば A 選手、2億から1億にダウン 50% 減、対して B の選手は1億から1000万円にダウン 90% 減。減俸額は A の方が大きいですが、減率は B の方が大きいです。今回は減俸額ではなく B のような減俸率が大きい選手を紹介します。なお戦力が自由契約になり大減俸になった選手は除いています。では参りましょう。9位タイ 75% 減、古田敦也、2006年オフ2億4000万から6000万円にダウン。選手兼任監督として臨んだ2006年、選手としての成績は36試合で打率2割4分4厘、ホームラン0本、8打点に終わり大減俸となりました。9位タイ 75% 減、和田毅、2018年オフ4億から1億にダウン。この年はプロ入り初めて1軍登板なしに終わり、ソフトバンク史上最大の大減俸となりました。和田はこの大減俸に対して、契約してもらえて感謝しかない、バリバリでも契約してもらえない選手がいるのに投げていない中で期待をしてもらえている、その思いを無限にできない、球団の判断が間違っていなかったことを証明したいと感謝の気持ちを語りました。8位 79% 減、武田久志、2015年オフ8000万円から1800万円にダウン。日本ハムの元絶対的守護神もこの年両膝を手術、プロ入り後初めて1軍登板なしに終わりました。武田は前年も球団史上最大の1億6000万円の大減俸を経験していて、2年連続大幅ダウンとなりました。6位タイ 80% 減、野上龍馬、2020年オフ1億5000万から3000万円にダウン。2017年オフに3年契約で巨人に FA 移籍、しかし3シーズン結果を残すことができず、昨年10月に左アキレス腱断裂の重傷を負い、今シーズンはキャンプからリハビリを重ね、6月に2軍で実戦復帰するも、プロ12年目で初めて1軍出場なしに終わりました。6位タイ 80% 減、清水直行、2011年オフ2億5000万から5000万にダウン。移籍初年度の2010年には2桁勝利を挙げましたが、この年は左膝の怪我の影響でわずか2勝、7試合の登板にとどまり9月に手術、大減俸となりました。5位 83% 減、岩瀬仁紀、2016年オフ3億円から5000万にダウン。プロ野球史上最高のクローザーもこの年は左肘痛のため15試合の登板にとどまり大減俸となりました。岩瀬はこの大減俸を受けて、今年1年は何もしていないのでこれくらいは覚悟していた、やるかやらないかの問題で金額の問題ではない、来年が終わった時今年辞めなくてよかったと思えるようにしたいと来シーズンへの抱負を語っていました。そして翌年2017年には50試合に登板しカムバック賞を受賞、見事復活を果たしました。4位 84% 減、小笠原道弘、2012年オフ4億3000万から7000万にダウン。2010年まで4年連続3割30本を記録し2年契約を締結、しかし翌年から不振に陥り2年契約の最終年となったこの年も出場34試合、打率1割5分2厘、本塁打0に終わり大減俸となりました。3位 87% 減、中島博之、2019年オフ1億5000万から2000万にダウン。18年オフにオリックスから1年契約で加入、この年は43試合で打率1割4分8厘、1本塁打、5打点、8安打と全く結果を残せず、歴代3位の大減俸となりました。これを受けてネット上では、減俸は当然だと思ったけど、ここまでとはといった予想の斜め上をいく結果に同情の声が上がりました。2位 88% 減、伊藤智仁、2002年オフ8000万から1000万にダウン。度重なる怪我に苦しめられたガラスのエース、2001年オフに3度目の手術を受け、2002年の秋に実戦復帰を果たすも、この試合で右肩を亜脱臼、同年オフに球団から引退勧告されるも現役続行志願、
大減俸を受け入れる形で2003年シーズンの契約を交わしました。ハイアル第1位 90% 減杉内俊也。2015年オフ5億から5000万にダウン。2011年オフに FA 宣言し、4年20億の大型契約で巨人に入団。しかし4シーズンで39勝にとどまり、額面通りの活躍ができなかったこと。またこの年股関節痛のため後半戦を棒に振るい、同年10月に手術。杉内は来シーズンの復帰は難しいと判断して自ら大減俸を申し出ました。というわけで今回は大減俸ランキングトップ10を紹介させてもらいました。もしかしたら抜けてる選手がいるかもしれないので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。